여러분안녕하세요주주입니다하이미나상왓다시가동화의낙가대이카이데모한국가기라이데스때유타코토아리마스카한국세후와기라이데스때유때모한국가기라이데스때유타코토와왓다시가오보에테르카기리와이카이모나이데스왓다시와왓다시가우마레때요노히카리오하지메때미타쿠니한국가다이스키데스지분노쿠니다까라다까라코소한국아코노부분와이인다나한국가이이나한국で褒めたり、でも悪い部分はちゃんと認めて、あ、こう直した方がいいんじゃないかなと思う意見、そういう意見を出すのが悪いとは思わないです。韓国は民主主義で個人の発言の自由がある国ですね。だから私は韓国政府が間違えたと思ったら個人の自由でなんか言えますよ、それ。安倍総理がムン大統領の就任1周年の時、ハングルでわざとケーキまであげましたね。覚えてますか皆さん。でもあの人は、日本は同盟国ではない。私の意見が正しいとは言えません。皆さんこれ見てください。これは何だと思いますか？これ韓国の国旗です。韓国の国旗。これは私が外国で住んでた時入れたタトですね。私はいつも思いますけど、私が外国に出たら私は韓国の代表になります。私一人が韓国のイメージを良くするのも悪くするのもできると思います。私の行動で。私に売国奴だと非難してる人たちに聞きたいです。あなたたちは国旗を描けますか？韓国の国旗正しく描けますか？私が代わりに答えられます。今日本政府バイオンドとか反日感情を扇動してる一部の韓国人、そして日本バイオンドに参加しないと売国奴にする、そういう論理を持ってる人たちの半分以上は自分の国の国旗を描けません。絶対自分の国の国旗も描けないくせに誰が売国奴で誰が愛国者ですか？私が今半分以上は描けないって確信してる理由は、なんか今反日が売国奴だと攻撃してる YouTuber のサムネの中で結構間違えてる、なんか韓国の国旗結構多いです、私から見たら。でもそれも発見できない人々ですね、愛国者たち、愛国奴の私から見たらすぐ見えますね、それが。それで変えてほしいです、いつも心から。でも言わないですね。これは私は昔から言いたかったです。親日であり反日であり、韓国人なら自分の国の国旗は描けるべきじゃないですか。そして愛国者だと錯覚してる愛国者たち、売国奴からこういうの言われたら気持ち悪いでしょ。では国旗どう描くのか、それからちょっと勉強しなさい。そして日本政府バイ運動に参加するのは本当に自由にしてください。そしてそれを参加したとして愛国者になるのはそれはちょっと違います。参加しなくても愛国する方法はいろいろありますし、私は私なりに愛国してますと思います。だから私が自分と違う意見を持てて、なんか私の動画で気持ち悪いなら見ないでください。なんでわざと来てアンチコメ残しながら自分の人生を浪費してますか？かわいそうです。落ち着けジュジュ。とにかく私は何を言われても日本が好きで韓国も好きです。では오늘은여기까지じゃあね。ジュワルド、いいね、いいね、チャンネル登録、アカムサハムニダ、오늘여기까지、じゃあね。